Facebook のドローンの愛好家、 YouTube でいいねを押してくれずバットが増える悲しい子です。こんにちは、猫と時の時です。今日はですね、やっと来ました DJI Mini 2、まあ Mavic Mini の後継ですね。で、正直な話、あれなんですよね、先行でなんかあのデビューされてる方とかいてるんで悲しいっす。僕みたいな一般人が遅くレビューするという、先行レビューができないという悲しいことです。なのでちょっと今回はまあ正直そこで負けてるじゃないですか、あの有名 YouTuber さんに。なんかちょっと細かくいこうかなと思います。で、先にスペック不思議なのが、サイズで折りたたんだ状態が今回、138mm×81×58 なんですよ。で、Mavic Mini の時が140×81×57 なんですね。まあ2mm、1mm 変わってきてるんですけど、本当かな？それ本当かな？まあまあそんな感じなんですわ。で、一応スピードに関してはなんかね、前はミニはなんか最大上昇速度とか1秒間に4メーターとか、 最大で S モード、まあスポーツモードですよね。で、下が1秒間に3メーターとかなったんですけど、ちょっとだけ増えてます。なんかまあ上の上昇速度が1秒間に5メーターですね。だから1メーターちょっと速くなってるんですよ。そんな感じです。で、下なんか 0.5 メーター速くなってるという。で、なんかあれなんですね、耐える風圧に耐えるのがちょっと強くなってるんですよ。そう、ですね、最大風圧抵抗が1秒間に8メーターだったんが、ちょっとなんか間があって 8.5 から、今回は 8.5 から 10.5 メーターになってます。1秒間ちょっとだけ強くなってる。だから全部ちょっとだけ強くなってるんですよ。ちょっとだけ強くなってるんですね。で、これどうなんかな、その衛星システムが、前がですね、前があれ、これじゃない、これやで、 Mavic Mini が GPS とグロナスだったんですけど、このミニが GPS、 グロナスとガリレオになったんですよ。で、これが性能に響いてるかどうかがちょっと分かんないですよね、そのやり方と思うんですけど、その GPS を全部集めて、それを分析してその測位を決めてるんやったら性能が良くなるかもわかんないんですけど、その場所によって近いところだけを取ってとかになってくると、あんまり性能に関してはそんな変わらないのかなと思います。この衛星システムがガリレオっていうのが増えたんはね。で、
調べると GPS がアメリカで、グロナスがロシア でガリレオが、欧州ヨーロッパになるみたいなんですの衛星システムらしいんですよ。でだからそのヨーロッパの人は多分あいちゃいますかね、あの性能強くなったんちゃうかなとは思います、確実に。で日本はちょっとよく分かんないですよね、そこら辺強くなったか弱くなったか。で、あとは見てて、あれですね、カメラがね、さほど変わってないんですよね確か。うん、変わってへん。なんか、ね、今回僕思うんですけど、なんか多分ね、マビックミニ買った人ちょっと不服っぽいような気もせんでもないですけど、なんかソフト的に上がったような感じがするんですよね、そのものハード的なものの、まあハード的なものを多分多少買い張ったんかも分かんないですけどね。あとマビックミニってあの 2.7K っていう解像度、動画の解像度とか、あの中途半端なあれだったんですけど、今回まあ 4K の 30fps マビック、DJI ミニ2は 4K の 30fps 最大ね解像度に変更になりましたけどね、もうちょっと上がってほしかったですよね。なんかあの特にこの大きさやったら、ちっちゃい大きさやったら、要はあれじゃないですか、あの 60fps とかその FPV とかで、よくドローンレース機とかやったらやっぱし 60fps がかっこいいじゃないですか、なんか見てて。だからこいつも 4K の 60fps まで上げてくれとったらすごい嬉しかったんですけどね、あのかっこよかったとは思うんですけど、撮り方によってね。でカメラはも戻って、カメラは F の 2.8 で、まあそこそこのカメラですよね。で、ISO が3200まで、全部動画も写真も、まあ大体もう3200以上になってくると、あのあれですもんね、ノイズ入りますもんね。でもねこれがねまた暗いんですよ大体。だから僕ミニ系統で求めてるんが、やっぱしその日本やったら規制じゃないですか、規制が強いんで、特にあの夜景とか撮るとき結構難しいじゃないですか。でまた SNS とかやったらねいろんな方が出てくるじゃないですか、それダメじゃないですかみたいな感じで、だからなかなかね夜景が難しいので、そういう時にこういう199の規制対象外の、ドローンやったら、まあある程度ちゃんと注意して飛ばしたりとかもある程度はできるん でやっぱしそういった時になるとやっぱし夜景なんですよ。で残念ながらそのちょっとねそのアプリとかが若干DJI フライというちょっと弱いアプリなんでなかなかねこの前工場夜景撮ったんですけどね、もうちょっと明るくしかったらなとか正直思っとって、部分的には明るくなるんですよ、その光の周りとかなんとか上げていくとね。でまあ上げていったら上げていったでまたノイズ入ってくるんで、そこら辺がすごい難しいとこなんですけど、だからねまあだから
シャッタースピード SS 優先とかあったらいいんですけど、まあオートと、マニュアルしかなくて、マニュアルをやるとね、なんか明るさがね、なかなか上がらないんですよね。だから結構難しいんですよね。ファントム4とかやったらめちゃくちゃ明るくて撮影できるんですよ。もしかしたらちょっとノイジーなんかもわかんないですけど、だからそこら辺がやっぱし規制対象外、日本で規制対象外って言ったらやっぱしそこら辺がね、ちょっともうちょっと夜景強くしてほしかったなって。でそこで僕ミニ持ってるんですけど、ミニ2もなんで買ったか言うたらそこなんですよ。だから 2.7K から 4K 解像度も増えると、明るくなるっていうか、その取り込む量が増えるんでしょうね、多分。だから綺麗になるんですよ、夜景。だからそれもあって購入したんですね。で 4K になると結構ちょっと 2.7K はと 4K の差はちょっとあんまり分かんないんですけど、その1080と 4K やった場合かなり違ったんですよ、夜景で。綺麗だったんで、でそこら辺で 4K だから、まあ、購入したっていうのもあります。で、あとはですね、電子シャッターが、まあ電子シャッターは変わってませんね。4から8000分の1です。で、静止画サイズも変わらないですね。で、あ、そうそう、なんか静止画で、ローで撮影できるらしいんで、そこら辺がすごいいいんじゃないかなと思います。まあ、ローって言ったら、大体普通にカメラ撮ったりとか、JPEG とかそんなんとは思うんですけど、ローっていうのがもうその元の、なんかほんまの元の、になるデータらしいんで、それをだからいじくったりとかが、しやすいらしいんで、だからそこら辺がいい感じと思います。で、まあ解像度は 4K30fps ですよね。3840×2160。で、60fps はあれですね、1080p、FHD か。で、もう一ついい点が、2点ぐらいあって、最大動画ビットレートが上がったんですよね。40Mbps から 100Mbps で、まあ要するに綺麗になるっていうことです。だからそこら辺もよくって、あとはズーム機能ですよね。ズーム機能が加わったっていうことで、ここら辺も結構魅力的なんちゃうかなとは思います。だからズームが結構、こうただまあ 4K なら2倍しかないのかな。で、1080p は4倍、2.7 が3倍。2.7K っていうのがね、なかなか、なんか中途半端やねんね。んで、もうほとんど変わってないですね。4K 撮るんやったら、やっぱしその、SD カードは、マイクロ SD カードになるんですかね。は、UHS-1 以上の、スピードクラス3以上か、になります。で、だいたい3ディスクを推奨してますよね。で、動画フォーマットは MP4H264 ですね。これは変わってないんちゃうかな。変わってるのに多分強くなってんちゃうかな。映像伝送システムが、Wi-Fi、拡張 Wi-Fi、Wi-Fi だったんですよ。で、それが、何でしたっけ、OcuSync
2.0 に変わってます。多分ね、これブラックアウトしづらくなったんちゃうかなとは思いますね。で、僕ファントムフォーアドバンス持ってるんですけど、ファントムフォーアドバンスが確か、ライトブリッジっていうやつになるんですよ。ライトブリッジ、ファントムフォーアドバンスがね、鬼滅の刃のマレッジじゃないですよ、ライトブリッジです。で、そこがみんなでそのドローン空撮たまに行くんですけど、そのライトブリッジやったらめちゃくちゃブラックアウトするよ。大体みんなもう今、おっと、大体今もうみんなマビック系じゃないですか。マビック系っていうのがオキシンクなんですよ。で、僕のファントムフォーアドバンスって古いんで、伝送システムがそのライトブリッジなんですね。ほんならやっぱり負けてしまって、一緒に飛ばしてしまうと負けてしまって、よくブラックアウトするんですよ、速攻で。たまに目視内でもブラックアウトするときあるんで、だいぶ弱いですね、ライトブリッジは。で、オキシンクが結構強いんかなと思います。だからこれ、拡張 Wi-Fi、マビックミニの方は、映像伝送システムは拡張 Wi-Fi だったんで、それからオキシンク2.0になってるんで、多分、ブラックアウトはしづらくなってると思います。そんな感じかな。あとは飛ばすか。そんな感じですね。あと、ズームやな。ズームやな。でもこれ、ほとんどね、多分ね、ハード的にそんな変わってちょっとね、マビックミ先に言ってくれよって な、ミニ買えへんみたいな感じやけど、ミニ2で、あれやって。しかも、販売がね、あれでしょ。短かったでしょ、そのまま。すぐ出たでしょ。だから余計になんかちょっと、多分見に購入された方、え？ってちょっと思ってるんちゃうか。そんな感じかな。ちょっとね、だから夜景がね、綺麗になっといてほしいんですよね。頼むから、また取りに行きたいですけど。そんな感じです。まあ、とりあえず開封していきましょうか。そのね、このね、いつも思うんですけど、このピッチーってなってるのがほんま嫌で、なんか傷つけへんかなとか思いません？こんな感じです。お世話になります。こんにちは。こんにちは。し、こんな感じ。あ、こんなん出てんねや。あ、こんなんやってくれてんねや。へえ。こうか。こんな感じですわ。これええな。ほんでコンボ買ったんで、僕。あとこれと。コンボです。だから、このミニ通系は、あれですよね、多分初心者さんとかにいいんちゃうかな。んで、あと僕は、まあ、メインがファントム4なんですけど、予備と、あと、規制、日本の規制があるので、その対象
対象として持ってるんですよ。そんな感じですかね。だから予備機としてはいいんちゃうかなとは思います。あと初心者さん、こんな感じです。まあまあ重たいなこれ。あれはバッテリーがあるからか。こんなとこにこんなんあるわ。これ何や。これあれか、リターントゥーフォーム。リターントゥーフォーム、ただ単にリークのやつだけやんな。いや、リターントゥーフォームちゃうか。はい、出た。はい、老眼に、老眼によろしくない説明書。で一応用意しました。これなんですけど、ちょっとね、まあまあ残念なお知らせがあって、マビックミニからの流用なんですけど、まあこれいけんことはないんですけど、ただここがこれがね、ここが太すぎて、ここへ突っかかって入らない、入ることは入るんですけど、ちゃんと入らなくて危ないんですよ。すぐ取れたりとかするんで。でもう一つ一点が、マビックミニのこのケーブルが流用できない。そう、あれなんですよ。C に変わってるんですわ。本当はマイクロ USB だったんですけど、 C に変わってて、要するにマビックミニはマイクロ USB で、こっち側のプロポがあれ USB C に変わってるんですよ、口が。だから交換できなかったんで、かなりこれ短いんで、ちょっとね結構難しいんですわ。これが
これが要するにこっちがライトニングでこっち側がマイクロ USB、 こっち側がミニのプロポにやるんですけど、これマイクロ USB なんですよ。だから流用できないんですよ。それが結構かなのですよね。だからこれやったらまたあの購入しないといけないですわ。この、iPad で見られるんでした。もう大概みんな iPad で見てはるんちゃうかな。そのね詳細とかがなかなかあのスマホやったらちっちゃいんで見れないんで、だからちょっとこれをずらしてちょっとやっていかんと。こんな感じで、でまあ開いて、これ何やろ、これ何やろな、こっちとこっちボタン違うんかな。こんな感じで、ちょっとだけゆっくり、こんな感じで、で、DJI フライですね。ちょっとね DJI フライしょぼいんですけどね、立ち上げて、で伝送速度があの拡張 Wi-Fi から変わったじゃないですか。何やったっけ、オースに、なんか2キロから伝送、映像の伝送システムが伝送システムが変わって、だいたい2キロから、6キロまで見れますよみたいな感じになりましたんで、これちゃうな多分。これをさっきね、これしなあかんよね。さっきに更新した方がええんじゃん、これ。DJI。あれ、L どこ？DJI フライ自体の先にアップデートしたらしやな、多分これ出てけえへんと思うんで、はい終わった。え、ごめんって DJI フライやって、どう機体を選択で、ほら来た、ミニ2、ほらこれでええやんか。さっきにだからアップデートしないといけないですよ。2回押しね、いけるかな。なんか紫になった、あ、いっぱいになった、あ、もう展開しましたよ。はい。来た来た。アクティベーションのステータスを確認中、お待ちください。OK。同意します。アカウントの赤付けを確認。アクティベーション。2階の製品交換って何？俺そんなんしてないで。DJI ケアリフレッシュ。いや、こんなんいらん。
なんですよ。アクティベ、機体のアクティベーション完了。更新しましょうか。アップデート。アップデート。あれ電気消えた。更新完了。電源オフになって機体を再起動してください。OK。もうええんかな、ほんだら。もう一回来たいんだよな。二回欲しいね。あ、これ。これは、あれや。開封なら全部切って。来ましたよ。DJIMavic Mini 2。来ましたよ。DJI Mavic 2。更新完了。で、OK やね。OK やね。はい。OK。これキーボードね、ここ。で、基本操作ですわ。基本操作。これハの字を、これ一個だけだと無理やねんな。内側にハの下ハの字ですよね。あれ？どういうこと？え？スポーツモード？なんで無理なんだよ。SD カードがありません。挿入してください。そや、SD カード。SD カード。ちょっと待ってな。SD カード。削除してこうか。はい。SD カード EX4。EX4 やな。まあ普通 EX4 でいいと思います。FAT32 やったらちょっと古い規格と思うんで、EX4 でフォーマットして。で。どうやったっけ、こうやったっけ、ちゃうわ。この金色のとこが下ですね。 OK。 あ、こう動くし、これで、それから上に押すと上がっていくみたいな。これがモード切り替え。シネスムーズモードとノーマルモードとスポーツモード。スポーツモードが一番早くて、でノーマルモードが GPS とかついてる。まあスポーツモードもなんか GPS ついてるらしいです。シネスムーズモードはもうほんまに低速のゆっくりした感じですね。だからゆっくりした動画を、撮影したりとかになったらシネスムーズモードですよね。そんな感じかな。あとこれが切り替えですって。これがあの写真と動画の切り替え変わってるでしょ、ここで。ここがボタンですよね。開始、シャッターもしくは撮影開始、動画撮影開始で、これがジンバルでしょ。ジンバルこう感じね、動くでしょ、こうやって、ほら、こんな感じで
これを押しながらさっきのこのダイヤルを回すと、あれ慣れへんやん、あこれシャッター撮影モード、あ動画撮影しやなあかんねや、2倍1倍、ここでも切り替えねんねんね、あ今ほんで 1080p になってるわ、ここを押しながらやるとこんな感じでアップできるんですよ、ダイヤル回してリトルするとアップではできると、あかんわ、押しながらこの FN ボタンを押しながらダイヤル回すとズームイン、ズームアウトで、これ今 1080p やからここやろな確か、ここで 4K に変える、 4K の 30fps、ね、これでいいわ、 2.7 も 30fps しかないねんな、だから 4K が普通になってくる、でこれがあれでしょ、あの撮影したやつ、例えばやりましょうか、撮影こうやって、あとを切り替えて動画撮影でこうやってこんな感じで、なんかダウンロードもできるみたいですね、でこれも動画撮影こんな感じでいけます、あほんであれですよね、操作方法をもう一回、操作方法ですね、操作方法がこれでスタート、あのこれでモーターが動き出すんですよ、この場であの上がらずにこうハの字の逆ハの字、下のでこれでスタートで、でまあ上で行くでしょ、ブイーってで、これね多分ねモード2と思うんですよ、あのプロボの設定でモード1とモード2があって、そのこれの動作が違うんですわ、で多分ね普通の初期設定はモード2が多いんですね、でこれがまあ上下、これが上行ったり下行ったりするんですよ、で こっちの左右が旋回ですね、旋回やな、旋回ですね、これが回るんですよ、左やったら左の方向へで、右やったら右の方向へ回るで、これがあのそのままこっちへわーって流れていく、左で流れていく、このままの状態で、右もこのままの状態で流れていくという感じですね、だからあれやな、FPV みたいに流れるようなやつやったら、モード1の方がいいかもわかんないですね。これが前進で更新なんですよ。前行って後ろ行く。前進しながら曲がるんやったら、こういう、モード2の場合、こうしないといけないですよね。ほんだら、こういう風な感じで曲がっていくんですよ。で、これが斜めとかにしてしまうと、こんな感じになる。このまま、まっすぐ、見たまま、こういう風に行くんで、あと、設定ですわ。設定は、この、こいつですよね。ちょっとね。それ、これですね。最大高度、通常120になってるんですけど、2本やったら149まで大丈夫なんで、とりあえず149まで、同意します、これむずっ、どうしたらいいんやろ、おいおい、オッケー、けた、最大距離も別に制限なしでいいと思います、
で、これもね 100m になってるでしょ。ちょっとね高いと思うんですよ。この前ねちょっとこれで焦ったんですよ。もうね 10% とかで帰ってきて、このここで長押しして自動帰還して、なんかね多分ね 30m か 40m まで下げたのに、また 100m 行こうとして、しかもまあまあトロいんで自動帰還って、それで結構時間食ったんですよ。だからちょっと下げた方がいいかもわかんないですね。これはまあ個人のあれかもわかんないんですけど、僕は30ぐらいでええんちゃうかなと思います。誰かファントムフォーム30ぐらいやったと思うんで、こんな感じかな。これだけだから自分の好みに合わせて設定してください。で最大高度は150以上にしてしまうと、あれ許可がいりますので、これだけ注意して、140日本でしたら149m100、まあ要するに150未満ですよね本当は。そんな感じです。これだけはだから気をつけて、あとは好みでですね、最大距離も制限なしでやって、自動帰還ですね、これ自動 RTH コードも下げて、これちょっとびっくりして、あれなんで上行くんやろうとか思いながら必死で返してるのにそんな感じだったんで、ちょっと焦りました。逆にでめっちゃとろかって、うわおっそこんなあれもしバッテリー消えたらどうすんねんみたいな感じでちょっと焦りました。だから途中で切ったんですけどね、自動帰還。そんな感じです。そんな感じかな。うん。あとは、まあ、バッテリー情報とかこんな感じですね。でこいつもねこのままほったらかしとったらあれなんで、めっちゃ熱くなるんですよ。だからあんまりよろしくないと思います。早くしないとね。なんかねドローンってねせかすんですよね。テンパることが多いです。あ、ほんで僕スティックモードダメでした。モード1、モード2に変えます。やっぱ慣れてるんでしょうね。んーで、ヒストグラム、なんかヒストグラムいいらしいんですけどね、あんまよく分かれへんので。あとグリッド線とかもあるんで、もしあれやったら、ホワイトバランスは手動の方がええんかな。ちょっと分かれへん。あれでもだいぶ変わっとったもんな、ね、色。こんな感じかな。ちょっとホワイトバランスはどうかわかんないですけど、一応手動にしとこう。こんな感じやね。うん。あ、これな、FN ボタン。マップライブビュー。設定はこんな、とりあえず、そうですよね。ここだけ注意して。この3つですわ。であとこれなんかでも見失ってテンパった時はこれですよ。これがいいんで、
ね、で戻すときはこれ、これね、だから向きも分かるし位置も分かるんで一回押しといた方がいいと思うんですけどね。なんであのこんな初めにちっちゃくさするんやろ、こんな感じで。で一回押したらちょっとだけ大きくなるんで、こんな感じがいいと思うんですけどね。なんでこんなことすんのやろね、初めからこれにしとけみたいな感じやけど。以上かな。だからほんまに見失ったりして、なんか自分で感覚も分かれへんようになったら、とりあえずこれは見といた方がええんちゃうかな。そんな感じですね。あと充電に関してはこうですね。ここにこれ USB-C ですね。USB-C をつけてこういう感じで充電していくと。でプロポももうバッテリー入ってますんで、ここの USB-C でこういう形で充電するという感じですね。変けどな。